えっと、天国。三点を紹介します。まず、これ。落日。古山の月。落は落ちる。火は、実は火。古古い。山の月。 落日、小山の月。まあ、これは、歌の監視の一部で、ふるさとの山に、日が落ちて、ふるさとの山に、月が昇る。落日、小山の月。日が落ちて、ふるさとの山に、 月が昇るという、まあ、故郷をしのぶ懐かしむ漢詩の一部をええー、天国にしました次は 万里、陸花。万のは万。利は一里、二里の利陸は六いう字ね。川は花。六花というのは雪のことです。それから万里いうのは万は多い。とても多いということを表す。 理由は距離の単位ですね。ただ、日本の理由と中国の理由は長さが違う。日本の一理は千メートルだけど、中国の一理は六百何メートルである。けれど、万里といえばう広いことには限り、えー、違いがない。それで、万里なち見渡す限り、 あるいは辺り一帯広い広い範囲で雪が降るあるいは雪が積もったこれを万里陸化と言います難しい字ですねうん前の落日古山の月も難しい字だったがこれも大変難しい字です 次は陽陽え霊、ー、の月。陽は木の下に火をかく。遥か遠い。 あるいはかすかなとかいう意味で、霊は峰という意味です。それから、月は月。この霊は、峰は峰でも、高いところはずっと横に連なっている。そういうふうな峰ですね。まあ、遥かなる。 遠くの峰にかかる月という意味です。陽雷の月。これも大変難しい字です。えー、こういうふうに字を石に彫って、それでまあ陰肉をつこうてこういうふうに。 紙の上に表現していますまあこういうふうなことは好きでなかったらやれませんなまあちょっとまともな人間じゃないのかも分かりませんまあだけどそれがまた面白い字をこのように表現するとか空間を このように使ってみるとかいうのはまあ面白いでしょうな。この天国はもう中国で2000年以上前から頃からあります。古い古い歴史を持つのが天国ですね。天国は昔は 最初は管理がまあ腰にンをつけて歩いていたお役人がねそのンを作る技術から発達してどんどん現代に発達して現代に至っていますまあこうなったら G というかあ芸術というか自そのものは芸術ではないかもわからんけれども 書にしても天国にしてもまあそれぞれ芸術の域に高まっているというふうに考えてはどうでしょうかな一応今日の天国の説明はこれをもって終わることにします。